皆さん、ひろゆきを自分の部下にしたいと思いますか？あんなやつ部下にすると絶対嫌でしょ。 Google や Facebook の採用方針っていうのは、何でもできる超天才とかですね、すごい頭のいい人っていうのを実は求めてない。そうではなくて、割とあの人柄でですね、最後の最後は選ぶと。でなんでこういう採用方針になったのかっていうと、その背景にあるのが、そのインターネットというインフラが整えられたことによって、スキルを持った人材が割と使い捨てになったからなんですよね。ものすごい天才とかですね、そういうふうな人たちが、まあ、世界中どこでも見つかってですね、本社にわざわざそんなやつを置かなくても、いくらでも世界中に転がってるから、そいつらを外注として雇えばいいんだという考え方になったと。日本ではなんかこの辺まだまだ逆なんですね。すごい優秀な人間を本社で採用して、派遣とかですね、外注先っていうのはそこそこの能力でいいっていう考えるんですけども、アメリカの最先端の IT 企業っていうのは、そこが不思議に逆転して、優秀なやつは世界中にいるから、別にアメリカに住んでなくてもインドでもどこでも構わない、まあ、そんなの外注だと。本社が置きたいという人材は、周りの人の仕事の邪魔をせず、揉め事を起こさなくて、楽しく協力し合えるグッドネイチャードパーソンになると。つまりこれまでのアメリカの、その優秀なやつを取るっていうふうな方針でいくと、優秀なやつっていうのはあっという間に競争を始めて、その競争というのがすぐに足の引っ張り合いになるからなんですね。なのでそういうやつがいると、かえって会社の中でですね、仕事が止まってしまうと、それよりはっていうことになってきたわけですね。こういう人に好かれる人たち、良い人でありながら損をしないんですね。こういう良い人っていうのは、これはあの僕の個人的に持ってる感情というか観察なんですけども、世の中には性悪な姉ちゃんがおるやないですか。性悪なおっさんでもいいんですけど、そういうやつに限って溺愛する対象があって、そいつにはこう貢いでるわけですね。つまり人間というのは、純粋な愛情で奉仕する相手がおれば、悪いことでもできるということなんですよ、ね、それぐらい僕らは何か尽くす相手とか貢ぐ相手というのを必要としてる。それが生きるエネルギーそのものになってる。自分が何か欲しいと思うかも分かれへんとか、いずれ欲しいものができるかも分かれへんということで稼げる人間なんてあんまおれへんし、そうやって稼いだ金って誰でも欲しがるようなブランド品みたいなしょうもないものしか買われへんんですよ。そうと違って、この人のために何かしたいと思った時は、そういう時に僕らは偉い働くことができる。誰かを世話するにはお金が必要。ではどれくらいのお金が必要なのか。例えば家族6人で住んでテレビが1つしかないっていうような時代やったら、この家族の総生活費っていうのはかなり低いんですよね。でもそれをみんなの欲望をどんどん増やしていって、でも家族と一緒におるの鬱陶しいやん、自分の部屋が欲しいやん、自分で別のところに住みたいやん、自分でテレビ欲しいやん、パソコン欲しいやんっていう風に欲望をどんどん上げていくと、どん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 6人に1台あったテレビが6倍いるんですよ。この6倍テレビが売れることを僕らは経済的繁栄って言った。大正時代の日本っていうのは、旦那様が1人働いたら、その下で使用人とか家族とか運転手とか、なんとなく居候してるおっさんとか含めて15人ぐらいが増えたんですよ。大正時代の日本っていう、1人が働けば15人ぐらいが増える社会。それから後になって、オールウェイズ3丁目の夕日の時代になってくると、1人お父さんが働いたら何人もの家族が増える時代になる。それから後になって、昭和40年代ぐらいのサザエさんの時代になる。マスオさんとナミヘイさんが働いたら家族何人が増える。そこから先のドラえもんとかクレヨンしんちゃんの時代になってくると、お父さん1人が働いたら2人とかぐらいしか、3人とかしか食われへんっていう。では今、結婚が難しいというのは何か。お互いが働いてんねんけども、結婚したらどっちから仕事辞めなのか、そしたらもう食っていかれるから結婚できへんっていう人がすごい多いですよ。ついに僕らの社会は一人が一人を食わすのが精一杯の社会になってしまう。誰一人面倒見られる社会になってる。だから子供なんか作られへんって、子供ができへんがいっぱいあるんですよ。これが貧乏やからや、豊かさをせなあかん、だから経済的繁栄をもう一回必要なんやっていう人がいっぱいおるけど、あんなもん全部嘘やと。だってかつて1人が働いて15人っていうところから、日本人は生活のコストを上げていって、それに見合うぐらいの収入を得ることが何とかできたから、経済的繁栄っていうバブルっていうのは20年ぐらい前にあった無駄遣いをすることと違うんですよ。人間が何やろ、本来固まって生きるようにできている社会的生物の僕らが一人一人バラバラに好きなことをすることが幸せで、それの欲望を叶えることが経済的繁栄であるという、なんかこううまいことできたトリックに、たまたまうまくそれが作動した期間乗ってたから信じちゃっただけ。僕らの日本の社会、多分世界中そうなんですけど、生活コストがやたらかかるようになって、だから何のためにお金いるのか、他の人間世話するためやっていうのを、今の世話の仕方で考えたら、一人腕貸すのに何万円かかるのか。
って言うんですけども、これに関してもちゃんと事例が出てて、ですね、女の人が書いてるんですよね。男が考えると高くするんですね。男の人は女の人を食わすとか世話するとかなかなか書く、いつもそんなに書かれへん。私の弟の話を聞いてくれ、彼女が書いてて、この女の人は弟と一緒に暮らしてるんですけども、その弟がですね、一緒に暮らすことによる生活費の上昇幅っていうのは2万円やそうです。その弟はちゃんと自分がおらへん時にはご飯の用意してくれたり、クリーニング取りに行ってくれたり、一緒に生活の面倒を見てる。でも別に仕事してるわけではない、時々バイトとかしてるみたいな、それは自分のお小遣いとして使ってる。で、自分はその弟にお小遣いみたいなのは特に会えてへんけども、別にその弟は見たいテレビ見て、でネットを家でつなぎ放題だし、ご飯食べたりしてる。これに関する経費が2万円しか、この女の人ちゃんと家計つけてたから上昇幅が分かってるんですよ、ね、実は人間一人を面倒見るのに必要な金額というのはわずか2万円なんですよ。みんな金を使うべきなってないタイミングで新品を購入して金を使って、金を使うべきタイミングで社会運動とかをしてしまうんですね。逆金っていうのは他人のために使うためにあるのであって、自分の欲望というのはできるだけ安く叶えて、他人の幸せっていうのは金を払うとやることでものすごくうまく、これを逆にしてしまうから全て変になってしまう。この人らを何とかせなあかんっていうことで、タダでできるデモとかタダでできる社会運動をしてしまう。自分にはすごい欲しいものがこんな新製品が出たっていうことで、定価で買うたりネットで買うことを考えてしまう。これがなんか変な循環を出るんですね。友達が言うんだけど、自分の弟のことね、愛されニートなんですって。ええでしょ、皆さんも覚えて帰ってください。正義の面積ふざけてるねでもそうなんですよ。だから弟は別に年間年中お姉ちゃんの機嫌取ってるわけではないんやけども、必要最低限のことやってるし、神なんか慣れへんようにしてる。で、ちょっとした気づかもやってる。だから弟を維持するのに2万円しかかかれば、うちの弟は働かんでもええわ。親が何かやってきてもお姉ちゃんが顔だよって聞いた。なんでかというと、うちの弟は愛されニートやから。では、就職問題悩んでる皆さん、愛されニートという生き方はどうですか？愛されるのが下手くそな人間は、金使うしかないんですよ。そやから、人間関係が嫌やとか、俺は愛されるとか、そんなんまっぴらごめんやん。そうと違って、俺は自由に生きたいんやという人は、絶対にお金稼いだ。そういう人間は自分で自分を助けるしかない。さっき言った、金っていうのは人を助けるもん。それを自分対象に使いたかったら、自分で稼いで、なおかつ自分で助けるしかないんですから。そういう人間はきちんとお金稼いでください。誰にも頼りたくないし、誰にも頼りたくないという人間は、人一倍お金が必要だ。お金というのは最大の回り道なんです。その代わりに煩わしさは最小限で済むんです。迂回路が遠ければ遠いほど金はかかるんですけども、煩わしさの中心から逃れることができるから、煩わしさが嫌な人はどんなにお回りしても構わないんです。ペントハウスに住んで誰にも会わずに部屋に入って、そして自分が家に入る時にはメイドさんたちが掃除を完璧にし終えてて、誰一人いない状態で自分がこの中でたった一人に振る舞って、そして起きて食べたい時に食べる、食べて寝たい時に寝て、誰にも煩わされていて、煩わしさから最大限に逃れるところというのは最大限に金がかかるんですから、そういう人はちゃんと金を稼いで生きる方法を選んでほしいと思います。僕はこういう生き方しかないというふうに違います。なおかつストレスが最小限になるに違いないと踏んでるんです。僕らは関わり合いをガーッと逃れる。それはかつての農耕社会から部族社会、そして大家族社会で関わり合いくことをものすごいしんどかったんです。関わらんで自由なの、何言うてもええんやけど、すごい楽しかった。今それを課題評価してるんですね。そっち側もすでに十分与えられてるのに、未だ欲望とか不安もそこにしかないから、なんかそちら側に対して投資せえんかったら、あかん心配したりとかしてしまうんです。でもちゃんと僕らはビッグダディも見てしまうわけです。もちろん見下す目線はあるんでしょうけど、どっかでなんかあれええのかって思ってしまうわけですね。ビッグダディはええことないけど、ビッグダディの子供、エコばっかりだ。あの子供らは何か知らない、俺の子供の頃よりなんか楽しそうやなって思ってしまう。愛されニートの話するとですね、絶対言われるんですよ。僕はこんな愛嬌がないとか、僕はね、そのコミュニティ障害なんですよというのことを、この発想を根本的に間違ってるんですよ。コミュニティ障害だから人が苦手だから愛想よくできないっていう、これ間違ってるんですよね。愛されニートという生き方はですね、この世の中でおそらく唯一能力のなさがプラスになる、そういう生き方なんですね。かつての日本では変な話ですけども、ヤクザっていう存在はですね、ダメな子分ほど、ダメな弟分ほど可愛がったそうなんですよね。それはですね、ダメなやつ
ほど可愛く見えるという感情もあるんでしょうけど、それ以上にですね、一緒にいる人間が適度にダメに見えると、その兄貴分である自分がしっかり者に見えたり、もしくは他人を見捨てない、ダメなやつを見捨てないいい人に見える。これがね、やっぱその任侠の世界、男の世界みたいなんですごいポイント高かったんですよね。まあそういう利己的な打算も大いにあったんです。だからですね、弟分もですね、本来はそこまでダメじゃないんだけど、あえて人前では抜けてるようにダメ人間をですね演じる、そうやって兄貴を立てるっていうのもですね、まあ戦略としてありました。吉本芸人のですね縦社会もこれに近いところありますね。あの人たち本質的に体育会系だから。愛されニートにですね唯一本当に必要なのは、寄生している宿り着してるですねホストですね、寄生主をですねきちんと慕うことなんですよ。これはですね、言うことを聞くとか服従するって意味じゃないんです。そうではなくて、あなたのことを頼りにしてますとか、あなたのことは周りが何を言おうと慕ってますよ、だってすごいんですもんっていう風な姿勢ですね、それをですねきちんと見せること、これがね実はその一番重要なんですよ。相手の言うことを聞くとかですね、成果を出すということよりも。で、なんでかというと、おそらく人間はですね、大部分の人はですね、能力はあるし、コミュ力も高いんだけども、なんか自分のことを舐めてそうなやつをですね、使わないんですよ。可愛がらないんですよ。皆さん、ひろゆきを自分の部下にしたいと思いますか？あんなやつ部下にすると絶対嫌でしょ。それよりはですね、点でダメだけども、コミュニティ障害かもわかんないけど、自分のことをきちっと慕ってくれる人を可愛がる。これが人間の当たり前の姿なんですね。だから、愛されニートになることをですね、阻む最大の要因ですね。それはコミュ障であるとか、人が苦手であるとか、能力がないことじゃないんですよ。そうでなくてですね、相手を慕う。無条件では自分の上の人をですね、尊敬してかっこいいというふうに言うっていうです。それができないプライドの高さなんですよ。そのプライドの高さが愛されニートになるのを邪魔してるんですね。そういうしょうもないプライドがですね、高すぎる人はですね、まあどうにか能力を高めて、お金を使って自分の世話をするしかない。つまり、お金っていうのは、プライド高すぎる人間がしょうがないから払う、罰金みたいなもんなんですよね。金を使ってプライドを維持するっていうですね、今時デパートでブランド商品をですね、低価買いするような言い方だと思います。もちろんそういう言い方もありなんですよ。僕もプライド高いから、しょうがなくですね、罰金払ってる子もいっぱいあります。気持ちはわかるし、そういう人も僕の仲間だから応援するんです。しますよ。日本経済させてるわけですから。